浜崎圧倒的有利予想を覆し、朝倉はなぜ接戦に持ち込めたのか、そしてなぜ浜崎は競り勝てたのか。1ラウンド開始早々、浜崎が先に仕掛ける。パンチのラッシュで強烈な先制攻撃に成功し、足払いでテイクダウンも奪う。第1ラウンドは非常にその積極的な殴り合いを仕掛けて、あそこにこう気持ちがねすごく見えて、もう殴り倒してやるみたいなね、気持ちが見えたんですが、でもただ実際強烈な右も入って決まりかけた、あのあたりはもうプランというよりなんかこう気持ちで出たように身も見えたんですが、そのあたりどうですか自分で。そうですね、まだ打撃では結構勝ってたというか、まあ、いいのが当たってた感触があったんで、まあ、いつもこんな感じなんですけど、もしかしたら倒せるのかなっていう感じでちょっと殴り急いだというか、手を狙いにいっちゃって力みすぎちゃった。浜崎の膝に対して顔を背けず逆に向かっていき、密着に成功した朝倉。そこからタックルにつなげ、浜崎を頭から落とし難を逃れる。序盤で大きなダメージを負った朝倉。そうですね、やっぱチームで話してて、最初のやっぱ1ラウンドの前半来るから後半で追い返そうっていう作戦だったんで、まあ、作戦通りは行ったんですけど、本当1ラウンドの勢いがやっぱり想像以上にすごかったんで、そこでちょっと、まあ、印象を捉えちゃったかなって思うんですけど。浜崎が鋭いジャブを放つ。攻略の鍵はこの低い位置にある右手だ。この低い位置から上に放たれるジャブは対戦相手からは見えづらい角度で飛んでくる。さらにこの右手はオフェンス面だけでなくディフェンス面でも有効である。右手が低い位置にあるのでタックルが来てもすぐに対応可能で、右手でタックルを防ぎ得意のアームロックにつなげる。攻守にわたって重要な役割を担う浜崎の右手に対し、朝倉は対策を用意していた。自分の右手を前に出し、浜崎の右手を触ってジャブを打たせないようにし、空いている右の顔を狙ったストレート。浜崎対策を用意した朝倉だったが、浜崎の右が朝倉を何度も捉える。対策したはずの右がなぜ当たるのか、その秘密はサウスポーからオーソドックスにスイッチして放つ右のジャブではなく右のストレートだった。さらに浜崎のストレートは通常のストレートと大きな違いがあった。軸足になる後ろ足を固定して打つのが通常のストレートだが、浜崎は後ろ足が前足を追い抜くように前に出しながら打っている。これは空手で追い突きと呼ばれる打ち方で、堀口もよく使うパンチである。浜崎の追い突きが朝倉を苦しませる。2ラウンドに浜崎の右手の上を射抜く朝倉の左。対する浜崎も追い突きで接近しテイクダウンにつなげると、得意のアームロックを狙う。
朝倉が両手をすぐにクラッチしアームロックを警戒する。浜崎の肘を防ぐために朝倉がクラッチを離すと、浜崎が両手で朝倉の左手を狙う。浜崎がアームロックの形を作ろうとすると、朝倉が回転して抵抗しアームロックを外す。立ち上がろうとする浜崎にタックルで組みつく朝倉。浜崎の寝技に恐れていない姿勢を見せる。今回なんかテイクダウン行くのも怖いなとも思ったんですけど、やっぱり自分の得意な部分なんで、そこは自信持っていこうと思ってたんで、思ったよりテイクダウンも取れたし、アームロックとかもいつも寝技の練習でいろんなレイとか岡田さんとかがアームロック取りに来る練習をしてくれてたんで、そこはすごいジムの人と対策できたなっていうふうに思います。ラウンド終盤に朝倉がテイクダウン。パスガードされた浜崎が強引にアームロックを狙うが、朝倉は決まらないと判断しマウントを奪いパンチを打つ。2ラウンド終盤は寝技で浜崎を圧倒した朝倉。やや疲労が見え始めた浜崎。試合の流れが変わり始めた。まあ相手がすごく研究してて、作戦通りに相手の試合が進んでいったのかなっていう印象がすごく強かったですね。まあ3ラウンド判定勝負狙ってたじゃないですか、まあ、その通りにもなりましたし、まあ、結構まあ体力も削られてたんで、まあ、後半追い上げたのは本当作戦通りだったんで、そこはうまくはまったなっていう感じです。浜崎がスイッチし追い突きを狙うと、朝倉は追い突きが当たらないように横に移動する。浜崎の右手を狙ったジャブと蹴りで意識を散らし、右の顔を狙った左ストレートを打つ朝倉。さらに右の顔を狙ったバックハンドブロー。浜崎がスイッチすると朝倉は横移動し、浜崎に追い突きを打たせない。浜崎は構えを戻しジャブに切り替える。追い突きを封じられた浜崎は終盤からスイッチしなくなり、朝倉の打撃で下がる場面が増える。終盤に朝倉がタックルに入るが、浜崎が右手で朝倉の顔を押して防ぎアームロックを狙う。朝倉が取られた腕ごと浜崎を回転させ逃れようとするが、浜崎はしつこく狙う。終了直前にタックルに入り、最後まで攻めの姿勢を見せた浜崎。総括。序盤をしのぎ後半で逆転するという朝倉の作戦は大部分では成功したが、想定外もいくつか。序盤の浜崎の攻めが予想以上の勢いだったことと、想定していたジャブではなく、おそらく想定外スイッチしての追い突きを中心とした攻めで、1ラウンドは大きくポイントを落とした。逆に浜崎も圧倒できると予想されていた寝技で決めきれず、 1,2 ラウンドの2度の決定機に力を使いすぎてしまい、後半に想定外の失速。2ラウンド終盤から徐々に朝倉ペースになり、相手の作戦にはまってしまった。3ラウンドも浜崎の空いている右の顔を狙う朝倉。さらに浜崎の追い突きにも対応できていた。浜崎は左構えのジャブ中心に切り替え、
い右手の上を徹底して朝倉に狙われた浜崎だが、右のガードは最後まで上げようとしなかった。試合終盤に最後の追い上げをしたい朝倉はタックルを仕掛けるが、浜崎の右手でタックルを止められてしまった。結果的にこれがきっかけで、大事な終盤でアームロックを防ぐという作業で大きく攻めの時間をロスすることになった。明確に右側を狙われながら最後までガードを上げなかったのは、朝倉のタックルを読んでいたからか、それとも選手がこの試合を制すことができたポイントは、ご自身ではどういうふうに考えていますか？まあ、意地もありますし、そこが一番ですかね。まあ、試合の中でまあ負けたくないっていう気持ちもありましたし、はい、そこだと思います。朝倉の戦略にはまりながらも競り勝てた最大の勝因は、技術や体力ではなく精神面だったのかもしれない。